ランソワのあれですね、クリームチーズと果実のフランスっていうのをね、買ってきましたね。それも昨日買ってたんですよ。これをねちょっとね食べてみたいと思います。これがね、フランソワのクリームチーズと、果実のフランスということですね。どんな味するんでしょうかね。食べたことはないんですけどね。ちょっと硬いですね。なんか思った以上に硬い。なんかフランスパンって感じだね。しますね。こういう感じですね。私の食べかけちょっと汚いんですけども。ちょっと薄いかな。私は米粉版の方がいいかな。皆さんどっちがいいかな。私は米粉版かな、やっぱり。フランスはね、いろいろ作ってますよね。くるみもあります、くるみ。くるみは美味しいんだけどね。ちょっと、これちょっと、私のではまあ、微妙。ベスタイ。これがあと2個あるってまた地獄じゃないけど、そこまで好んで買おうと思うんですよね。次買うときは、やっぱり、米粉版かな、私は。米粉パンが一番ですね。これね、歯がちょっとファッションにとってはね、ちょっときついかもしれないね。お年寄りには向かうかもしれない。あとインプラントとかね、はめてる人とかも厳しいかもしれないね。食べ方ちょっと汚いからごめんね。そうね。あんまりいい動画にならなかったけど、ごめんなさいね。またね、いきますでは。ではというか、ちょっと時代が来るかなと思って生きようと思ったんだけどね。そういう感じでしたね。ではでは。